はいいじゃあよろししくお願いしますえ今回は小学生のの社会船のシリーズ第3弾でございます今回港を見てみようということであの絵心ないんでちょっとごめんなさいってところ多々あるんですがまあ、こういったね絵を使いながらあと今回ねあのイラストじゃないや写真を何枚か頂きましたんでその写真をちょっと表示しながらえ港の様子を少し見ていけたらと思っておりますので是非ね最後までお付き合いください。ではでは早速参りましょう。 で今回ですねあのこのね話を始める前に私群馬県に住んでるんですよ皆さん群馬県ご存知ですかで群馬県はですね海なし県と言われていて海に隣接してないんですよで私育ったのも群馬県なので海が身近になかったんですだからえっ、ー、と港が、まあ、知ってますよ港は知ってますけどこう生活で見たことないんで想像つかないなみたいな相談をしてたらですね今回横浜港横浜にある港ね 横浜港さんが協力していただいて、この動画を撮る前にですね、取材をさせてもらいました。まあ、見学かをさせてもらいました。で、実際見てきたんですよ。なので、そんな話もね、できたらなと思ってるんですが、えー、今ね、この絵は非常にちょっと見るに苦しいかもしれないんですけど、これ今ちょっとね、写真も出てると思うんですが、港にはですね、こういう四角い箱です。これがいっぱい積まれてます。 で自分も横浜港にね、見させてもらった時にも、ものすごい数いっぱいあります。で、これね、あのトラックで運ばれてたりするので、多分街中でね、見たらあ、あれかって思ったりすると思います。もちろんトラックだけじゃなくて、船とかでもいっぱい運ばれてるものなんですが、この四角い箱を、名前がコンテナと言います。コンテナ。まあ、聞いたことあると思うんだよね。コンテナ。で、まずこの子の話からさせてください。コンテナね。 で、このコンテナはですね、実は2種類あります。大きく分けてよ。あまだいっぱいあるんだけど。で、そのサイズで2個種類があって、20フィート、40フィートっていう2つの大きさがある、主にね。で、20フィートの方が横の長さが約6メートル。で、40フィートはそれの2倍なので、約12メートル。あのね、ま、間近で見ると、本当に大きい。12メートルって結構あるからね。で、そういった。 た箱を使って、これをね、コンテナを使って、主に今回船の話をしていきますけど、たくさんのコンテナを運んでくれる、こういった船がありますと。で、すんごいマニアックな話なんですけど、これ実はね、単位があります。コンテナには。で、この20フィートの約6メートルの方、これを1、アルファベットでね、t, e, u と書きます。 で、読み方そのまんまです。1TEU って言います。あのー、これを覚えておいてみんなが生活の中で使うことがあるかはわからないです。私今36歳なんですけど、36歳で初めて知って、初めて使いました今。でもね、個人的になんか覚えてたらかっこいいなと思って。ねコンテナの単位。これ 1TEU と言います。いいかなで、ちなみにこのコンテナではいろんなものが運ばれてきます。前回の動画やりましたね。あの、例えば小麦がね、84%とか、 衣類、服とかの衣類が97.9%輸入してるとかね。で、そういったものだったら、まあなんとなく運ばれてくるイメージできると思うんですけど、これ、例えばよ。お肉とか野菜って話前回しましたね。お肉とか野菜。これもそれぞれ48%ぐらい輸入してるんですが、例えばみんな想像してください。めちゃめちゃ暑い日、夏ね、真夏に、 コンテナの中にお肉とか運んできたら、あれちょっとこれは腐るんじゃないかなっていう風に思う方もいると思うんですよ。私は素直にそう思ったんですね。そしたらね、ちゃんとあるんです。その、えっ、ー、と、一般的に、これいろんなのがあるんですけど、一般的に多いのが、マイナス30度から30度までコンテナの中の温度を調整ができる。 そういったものを使うと、もちろん冷やしておけば、腐らずにね、えっ、ー、と、果物とかもそうです。果物とか、野菜とかあ、野菜とかもそうだし、肉とか魚か、とかを運ぶことができる。で、このコンテナの名前が、リーファーコンテナって言います。こういったコンテナもあると。で、あとは今回こ,ここには書いてないんですけど、なんかね、コンテナの上が開いてる。 そのまあ四角の上の部分がね屋根の部分が開いていてそういったのをオープントップコンテナオープントップコンテナっていってそういうので馬とか牛とかの生き物を運べたりもするらしい。すごいなこれ見たことないんでちょっと分かんないんですけどもあるらしい。 だからいろんなコンテナの種類があって、大きさもね、主に2種類になっているんだけれども、こういうリーファーコンテナとか、オープントップコンテナとか、そういったものを使って、いろんなものが世界中で運ばれていると。いいかなそれがコンテナです。で、えー、これですね。<laughs> これは本当にごめんなさい。これね、さっき説明する。あの写真も出すけどね。 口で説明すると、ここ、海だと思ってください。で、ここに船がつきます、ね。船がこうやってついて、船、これね、コンテナ船っていうコンテナを運ぶ、主に船なんですけど、コンテナ船が来ます。船に乗ってるコンテナを、こうやって、えっと、港に降ろしたり、逆にね、港に乗ってるコンテナを船に乗せたりする作業が必要です。その役目をしてくれるのがこの子です。えー、絵が難しかったんで、写真 <laughs> 出しますが、 まずこの子の名前から覚えてください。この子がですね。ガントリークレーンと言います。ガントリークレーン。で、これは簡単に言うと、あと自分が見たやつはなんですけど、こういうね、高いところに、この辺に、ね、これ黒く塗ってるのは、これ操縦室です。あの、そのガントリークレーンを操縦する人が乗るとこなんですけど、そこに乗って、こっからそのね、船に乗ってるコンテナ。 コンテナがあったら、こうやって。あったら、こう、こうやって吊るして、持ち上げて、運んで、乗せるっていう。だから、この積みにね、下ろしたり、乗せたりっていうのをやってくれるのがガントリークレーンです。で、これはですね、あだ名があって、これ、あの、プチ情報で覚えておいて。あだ名。が、キリンと呼ばれてます。らしいです。キリン。まあ、すごい長いんですよ。で、実際見た時は、本当に大きい。もうめちゃめちゃ大きいってなるから。 でキリンと呼ばれててでこれも値段はね一律全部が一緒ではないんですが自分が横浜の港に行った時にお話聞いた時には、えー、と10億円ぐらいするものもあるそうです一機っていうのがな単にちょっと分かんないけど10億円ぐらいそうでもねすごい大きくてかっこよかった、まあ、これはかっこいいって思うのは多分人それぞれだと思うんですけど私はねなんかすげえかっこいいなーって思いながら見てましたねでこれがガンントリークレーンと言いますいいかな で、さっきも話しました最後に船行きましょう。これね、コンテナ船の話があります。あ、そうだ、その前に、これ今、その船からね、運ばれてきてって話をしたんですけど、例えばちょっと一個例を出したくて、こう外国から船で日本に、日本の港にこうやってきますよね。こういう大きなコンテナ船で運ばれてきますと。えー、船で、 ごめん。運ばれてきます。で、こっからですね、まあ、例えば横浜港とかに運ばれてきて、でも、全部が全部横浜の近くで使うわけじゃないですよね。それを日本中に運ばなきゃいけないんです。で、こっから、またね、日本のね、こう、いろんなとこに運んでいくわけなんですけど、これ例えば、もちろんトラックを使ったりもするし、あとは、普通にこっちまた船を使うこともあります。船。で、また、あ、港から港に運ぶってことね。で、こういった、 えっと外国からの船を外交で日本同士を内交って言うんですけど外国から運ばれてきてで日本からもう一回船を使ってこういう運ぶことをちょっとこれ船ごめんなさいちょっとね難しい言葉なんですけどせっかくなんで覚えてくれると嬉しいえ内交フィーダー輸送って言います どう,だろうな教科書にこの言葉書いてあるかなちょっとごめんチェックしてないんだけど「内向フィーダー輸送」っていう言葉がありますのでだからこう日本にね運ばれてきてこのコンテナが全部が全部トラックではなくてもう船でもたくさん運ばれるからね皆さんの近くに港があるんだったらそこまで運ばれてきてでみんなの近くのお店でこう売られてたりそういった内向フィーダー輸送を使ってみんなの生活を支えているんだっていうのを是非覚えておいてください。 では、船、最後に行きましょう。で、船はですね、ま、こう、大きな船がありますと、こうやってね、コンテナいっぱい積まれてるわけです。で、先にこっち数字いっちゃおうかな。で、これ、大きいものだと、約何メートル。これ、ちょっと想像してもらおうかな、少し。皆さん、想像してみて。船、こう、縦ね。ここが、約何メートルぐらいあるか。大きいもの、いろんなサイズがあるんですけど、で、これ聞いたときに、もうなんかね、でかすぎて,て、ちょっと想像つかなかったんですが、 大きいものだと約メートルありますで自分がその港で行った時はこの4 0 0ルサイズは見てないんですけどそれでもねやすごかったもうなんかすんごい存在感ね大きくてでちなみに積めるコンテナの数も大きいものね大きいものだと約、えー、24, 個うんいやもう言いたいことは分かるちょっと意味が分からないねもう想像ができないと。 でちなみにこの、えー、24000個を縦に積むと。まあ、もし積むことないよ。でも24000個のコンテナをこう縦にね、トン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 トトトン,ンみたいな。積んでいくとですね、あるもの、あるものの数とちょっとね、た例えることができるとで。何と例えるかっていうと、はい、ある山です。ある山です。<laughs> ある山です。これ何かっていうと富士山ですあ。絵に関してはもうクレームはちょっと受け付けません。<laughs> で、 縦に積むとですね、えー、富士山がなんと十六個分というはいこれもねもう想像ができませんがそれぐらいの数を一回で運んできますこの船はもうちょっとかけないんで五個で諦めますけどねそのぐらいたくさんのものを運んでくれてると で、我々の生活をこう支えてくれてるっていうのをぜひ覚えておいてください。で、ちなみにちょっとこの船ね、せっかく描いたんでちょっと説明させてください。こう見るとね、これ船のさ、下があって、もコンテナが上に積んである感じで見えますよね。でも実はコンテナはこの上だけに積まれてるんではなくて、あの、ここも積めてますからね。こうやって。こういう感じで積まれてます。だからたくさん積まれていると。で、あと、ちょっとだけ隙間を描いたんですが、ここ。ここにね、 こういう、よいしょ。レールみたいのがあります。で、このレールが、セルガイドって言います。セルガイド。で、これがなんであるかっていうと、もちろんコンテナをね、こう安定させてるっていうのもあるんですが、こうね、セルガイドのレールがついてることによって、このガントリークレーンでこう置いた、持ち上げるとき、まあ写真ね、もう一回出しておきましょう。写真でこう見てね。これをグイーンって、こう持ち上げるときにちゃんと運べるというか、 こう運びやすくなる、取り出しやすくなるために、整理しやすくなるために、こうセルガイドがくっついていて、それで綺麗にね、実際見るとすごい綺麗にね、積まれてますから。っていうのが使われておりますと。いいかな。まあこんなのが、まぁほんね、コンテナ船の一部しか全然話せてはいないんですけど、まあ私もね、ほんと36年間で初、初知り。 初めて知った情報たくさんありましたので、まあまあ皆さんもね、多分初めて知った情報もあるかと思いますので、もしね、興味持った方は色々調べてみてください。あの、ぜひ、あの、コンテナ船とか調べるといろんな情報出てくると思いますんで、もしよかったらそちらの方もやってもらえたらと思います。では、えー、今回もね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。まだ終わらないです。で、次回はですね、今回このコンテナ船、コンテナの船ね、を紹介したんですが、まあコンテナ船だけじゃないんだぜと。 いうことで、その物を運ぶっていう船はいろんな種類があるんですよで。その3種類ぐらいかな。コンテナさん以外の他の3種類いっぱいあるんだけど、その中で選んだ3種類をちょっと紹介していこうと思いますので、よかったら次回の動画もまた見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。